はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでコチュンさんからご依頼です。はい、フープスドーンラスセットですね。はい、じゃあね、1個開けていきます。4パックね。まずフープスから この間はフープスからサインが出たんですよね、確かね。こっちはね、まあシリアルがメインなんですけど、サインもね、たまに出ますという。あとインサートね。はい、ほうほう、シュローダーとマクシー君。あ、なんだっけこれハイボルテージだ。はい、どんち来たらいいけどね。逆さかな。はい、せーの。お、AD。 はい、ハイボルテージ、逆でしたね、こうでしたね。はいね、ホビーで箱一ですけど、こっちから全然出なくもないので、製品的にはまあまあまあいいんじゃないでしょうかっていうね。シリアルもまあだいたい箱一入ってて、RC もあって、限定パラもあってっていうね、テリーですね。で、バンプリートと、あ、ルキだ。ラケッツ？ジーク？7時？あ、違う。ハンプトンの方だ。はい。よいしょ。ね、限定パラです。よいしょ。シリアルないですね。で、オビトッピンにラメロとラメロだ。ホビーは300ドルぐらいしてるから、まあ小分けでね、限定パラもあってね。よいしょ。はい、ジャレット・アレン。あ、RC だ、レンちゃん。誰だ、あ、テリーテリーさんです。はい、さっきルッキー出たのね。だから限定パラが2枚ですね。フリン、グリーン、オビトップ、うん、インサートも出てるんで、まあまあ。はい、ボルマロさんね。で、ベーコンくんと、シリアルはフォーニアでした。はい、20-99。ジャレン・スミスにオビトピ、バーノンとなりました。まあハイボルテージもありのね、ルーキーパラが2枚でのという感じで、はい、じゃあドンラスいきます。ドンラスのアジア版ですね。はい、こちらはね、ルキが2枚ずつ入ってるんで、まあレーテッドルキが2枚入ってるんで、でパラレルも2枚かな。カイリー・アービングと、あ、ルキか、マニオンだ。はい、でルキが2枚いますので、まあレーテッドルキね、最低でもこうね、8枚出ますから、まあその辺欲しい方はドンラス、ルーキー系のカード、最低でも、最低保証でもあるというんだったら、お、レイテッドルーキーの青だ。はい、ちょっと出ないですね。青、箱1合うかないかぐらいじゃないですか。ウッダード。シリアルないんですけどね。ベテランもあるので、ポク・スチュワート。はい、ビヨンボ、ロペス、スタンレイとラムジー、
で最後ですね、うん、アーロン。お、ベテランなのかな、ガリナリー君ベテランのアーだとちょっとね薄いんですよね、ルーキーだと濃いんですよ。これかっこいいですよね、綺麗です。うん、サンダーとマッチしてますね、色がね、ほらかっこいいですね。うん、いいですね。はい、で、ジョーダンとマレードンとなりました。はい、まあ一応パラレルでルーキー絡んで、ルーキーは8枚出てますので、うん、まあホビーでもねこう10パックかけ2枚ぐらいだっけって考えればですよね、うん、はい、じゃあポーカーね2回やります。眠そうでしょ、うん、かなり眠いんですよ疲れちゃって、外でやってたから今日ねえ、よいしょ。はい、コチュンさんが右です。はい、3回いきます。1、2、3、ノーハンドですね。はい、2箱目分。はい、1、2、3、あ、はい、11のワンペアですね、うん、はい、店長です。1、2、3、ノーハンド。はい、ということでただいまの景品はモラント選手の88入りです。よいしょ。はい、ルーキーの88、17ですかね。はい、ちゃんと88です。19,999 の17じゃないですからね、大丈夫です。88の17。はい、ということでね、こちらでまた、梱包しておきます。はい、ありがとうございました。あ、次どんちでしたね